ナディア・ペトロワは、ロシア・モスクワ出身の女子プロテニス選手。右利き、バックハンド・ストロークは、両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス3位、ダブルス3位。WTA ツアーで、シングルス13勝、ダブルス24勝を挙げた。ペトロワの両親は、陸上競技選手であり、父のビクトルは、ハンマー投げの選手、母のなで時代リーナは、 モントリオールゴリンの1600メートルリレーの銅メダリストである。両親の仕事の関係で幼少の頃はエジプトで暮らした。ジュニア時代の1998年、全仏オープンのジュニア女子シングルス部門でエレナドキッチを破って優勝したことがある。1999年9月にプロ転校。2003年の全仏オープン1回戦で、 第12シードのモニカ・セレッシュを6から4、6から0で破る。セレッシュにとっては、これは、彼女のテニス経歴で、初めての1回戦敗退だった。ここから波に乗って勝ち進んだ、ペトロアは、初進出の準決勝で、キム・クライシュ・テルスに5から7、1から6で敗れた。同年の活躍により、彼女は、WTA アワードの2003年度、 最も進歩した選手賞を受賞した。ペトロワは2004年女子ツアーのダブルスでメガン・ショーネシート組んで年間7勝を挙げた。その中には女子テニス年間最終戦 WTA ツアー選手権のタイトルも含まれている。2005年の全仏オープンでペトロワは第7シードに選ばれ2年ぶり2度目の準決勝に進出したがジュスティーヌ・ウェナン・アーデンに2から6。 三から六で敗れた。二千五年十月三十日に、オーストリアリンツ大会の決勝で、パティシュナイダーを四から六、六から三、六から一の逆転で破り、祝願のシングルス初優勝を達成した。二千六年にペトロワはシングルスでも大きく躍進し、三月にカタールドーハの大会で二勝目を挙げると、四月に入ってから二週連続優勝を達成し、五月第二週の、 ドイツオープンでも優勝した。大会第3シードに選ばれた全仏オープンでは、1回戦で、日本の森上秋子に2から6、2から6のストレートで敗れている。10月第1週に、ドイツシュトットガルトで行われた、ポルシェテニスグランプリ決勝では、フランスの新鋭タチアナゴロビンを破り、シングルスで、年間5勝目を記録した。2007年全豪オープンでは三回戦で、 セリーナ・ウィリアムズに敗れたが、2月第2週のガスド・フランスオープンでシーズン初優勝を挙げ、女子ツアー大会のシングルス優勝を7勝に伸ばした。2010年全米オープンで、ペトロアはリーゼル・フーバーと組んだ女子ダブルスで初の4大大会決勝に進出した。バニア・キングヤロスラはシュー・エドワー組に6-2、4-6、6-7で敗れ初優勝を逃した。 2011年7月のシティオープン決勝で、シャハー・ピアーを7 5 62で破り、3年ぶりのシングルス10勝目を挙げた。2012年の全仏オープンで、マリア・キリレンコと、組2度目の4大大会ダブルス決勝に進出したが、サラ・エラニアロベルタ・ビンチ組に6から4、4から6、2から6で破れ、準優勝となった。7月のロンドン五輪で2大会ぶりの五輪に出場し、 シングルスでは三回戦で、ビクトリア・アザレンカに六七四六で敗れたが、マリア・キリレンコと組んだダブルスでは準決勝で、セリーナ・ウィリアムズ&、ビーナス・ウィリアムズ組に五七四六で敗れた後の準決勝敗退選手2組による、銅メダル決定戦で、アメリカのリサ・レーモンド&、リーゼル・フーバー組に四から六六から四六から一で勝利し、銅メダルを獲得し、親子2代で、 メダリストになった。9月のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントでは、決勝でアグニエシュカラドワンスカを60、16、63で破り大会初優勝を果たした。最終戦、WTA ツアー選手権では、キリレンコとのダブルスで優勝し、翌週の WTA トーナメントオブチャンピオンズでも、決勝でキャロラインをオズニアッキオを6に、 6-1で破りシングルス13勝目を挙げた。ペトロワは2014年4月のファミリーサークルカップが最後の出場となり、3年後の2017年1月に正式に現役引退を発表した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q、 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。